た作之助書、伊地正彦様、はい、おめでとうございます。少女、小田作之助青春書、松尾春様、おめでとうございます。どうも、改めまして、ありがとうございます。岸正彦です。私、大阪に、来たきっかけが進学でございましてですね、関西大学に進学をするという大阪に来て、そのまま35年住んでおりまして、その関西大学の母校の、立正の方からですね目の前で批評していただきまして、もう脇の下から汗がいっぱい出ましたけれども、前半の話を聞くと浅井さんの方が良かったのかなということをですね思いながら、後半をお褒めいただきました。なんと理事長の方からお褒めいただきました。ありがとうございました。先日紀伊国屋人文大賞の授賞式で浅井亮さんとお会いしましてですね、はい、名刺交換してご挨拶をしたら、岸さん小田作賞おめでとうございますとかって言われまして、学園でめちゃめちゃ笑ったんですけどそういうことで大阪に35年長年住みまして、大阪に大阪を舞台にした小説を書いて大阪にちなんだ賞をいただきました。受賞式もこの免業会館でですね、なんと賞品が造幣局の文鎮ということでですね、しかも関西大学の理事長から、ご挨拶をいただくというなんかこう夢みたいな話で、生きててよかったなと、大阪に来てよかったなと思います。小田作賞は別にその大阪の作品という縛りは今はないんですけれども、とても嬉しくてですね、受賞のお電話をいただいた次の日にはですね、その日に、Amazon プライムで夫婦全財の映画を見まして、次の日自由券でカレーを食べまして夫婦全財で全財を食べ、生玉さんで銅像を見に行ってですね、銅像が意外に小さくてびっくりしたんですけれども、その後、口縄坂に行って石碑も全部見ましてですね、フルツアーを、しましたぐらい嬉しかったんですね。で、夫婦全財の映画を見て原作を読んだ感想は、この旦那は良くないんじゃないかなっていう感想を真面目に働く人の方が良かったんじゃないかなっていう感想だったんですけれども、多分あれが当時の大阪の庶民の姿だったんだろうなっていうふうに思います。今の基準で言うと、なんでこんな男に引っかかってるんだろうっていうふうに思いますけれども、当時はみんなああいう生活をしてたんだなということでですね、僕も自分の目で見た大阪、自分の目で見た音楽、ジャズ、自分の目で見た人生というものを、描こうと思って、作らず、飾らず、演出せず、構築ということもありましたけれども、なるべく構築せずに、書き殴っていきました。で、それがこの賞をいただいて本当に嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。芥川賞、三島賞、三島賞、三島賞と、3冊しか出してないんですけど、全部落ちましてですね。で、候補型の賞には結構うんざりしておりまして、で、候補決まったよっていう、電話をですね、新潮社の田畑さんからいただいたときに、半分冗談ですけれども、辞退していいかなっていうふうに言ったんですね。で、いやいやって言われまして、候補にしていただくだけでもありがたい話だったんで、引き受けました。で、その選考の日もですね、半ば忘れておりまして、どうせダメだろうということで、普通に掃除をして洗い物をして、ソファーで猫と一緒に寝てたら、田畑さんから電話がかかってきて、受賞しましたっていう時に、人生で一番大きな声が出ました。マジかということで、やったーいう声が出ました。で、大阪で35年住んで、この町で、長いこと暮らして、この町で働いて、いっぱい恋愛、結構前ですけれども、いっぱい恋愛をしまして、で、たくさんお酒を飲んで、で、数えきれないぐらいいろんな人と出会ってきまって、そのほとんどの人と別れてきました。で、それから自分の実家はとにかく辛かったので、とにかく外の世界に出たかったんですね。東京と大阪の大学両方受かったんですが、受験できた大阪があまりにも面白かったんで、そのまんま移り住んで、これは一生ここで暮らすんやなっていうふうに思って暮らしています。で、今年度とてもおめでたいことがたくさん続きまして、人文大賞をいただきまして、小田作賞をいただいたんですが、もう一つとってもおめでたいことがあってですね、
住宅ローンを完済しまして、うん、あのこれで一生俺大阪に住めるんやっていうふうに、大学をクビになっても住むところがあるんやということで、とてもおめでたい一日、1年でした。であのやっぱりそれでですね、大阪っていう街は他人とのハードルがすごく低くて、何かというとすぐ他人同士とすぐ会話できる、話しかけれるような、そういう街でした。で人が苦手で人付き合いができなくて、いまだにその人見知りなんですけれども、大阪で僕救われたと思ってるんですね。大阪に来て、大阪でずっと暮らして、大阪の街に救われた、助けられた、大阪の街に助けられたっていうふうに思ってます。それが今回このような賞をいただいて、僕はいわば大阪に2回助けられたんだなと、大阪という街に2度救われたんだなっていうふうに、思いました。それから音楽というものも、僕の人生で非常に大きな部分を占めておりまして、ただ僕は音楽家には才能がなくてなれなかったんですけれども、音楽についても一度じっくり書いてみたいな、自分の目に入ってくる、耳に入ってくる音楽について書いてみたいなというふうに思いました。でこの度ジャズミュージシャンを主人公にして、大阪の街を舞台にして、でジャズ、私たちは往々にしてジャズっていうものを大げさにドラマチックに描いちゃうんですね。そうじゃなくて、まあ、あのカツカツそれで飯食えるぐらいのミュージシャンが、大阪っていういつまでも景気の悪いこのパッとしない街でずっと暮らしているというその人々のリアルな姿を描きたくて描きました。音楽と大阪、この2つを飾らずに作らずにそのままの形で描いたこの作品には、今までの僕の人生の全てが入っているというふうに思います。もう繰り返しますけれども、本当に嬉しいです。ほっとしました。ほっとしましたというか、うん、なんか一つ肩の荷が下りた感じはします。書いててよかったなと、思います。あの最後になりますが、まず僕にその全然小説と未だに無縁なんですけど、文学あの全然読んだことがないんですよ今でも、その僕に小説を書いてみませんかという悪魔の一言を言った新潮社の田畑茂樹さんに、やっとこれで一つご恩返しができたなと思います。心から感謝を述べたいと思います。それから、来てますけれども、おさい先生こと斉藤直子さん、今名前で今噛みましたけれども、今まあ、講師のパートナーでございます。あの僕の作品をいつも最初に読んでくれる、この方にも心から、お詫びとそれから感謝を述べたいなと思います。皆さんどうも今日はありがとうございました。